平野紫仕様、ダンスコラボに興奮も、おそろコーデで半分列近日、元キング・アンドプスの平野仕様が、世界的なダンサーであるリーハタ氏とのコラボダンス動画を自身のインスタグラムにアップし、ファンを興奮させました。しかし、一方で事前に公開されたおそろコーデの写真に対しては、一部のファンからは喜べないとの声が上がっています。 このダンスコラボとおそろコーデについて、ファンの反応や興奮の中に潜む分裂の兆しに迫ります。平野の仕とリーハタ氏のコラボ。平野の仕が公開した、ザ・ファースト・オブ・消費系クル・リーハタは、パフ・ダディ・アンド・ザ・ファミリー・フィート・ゾー・アイドラズ、フレンチ・モンタナへの、プロウェーチェックに合わせた2分弱のダンス動画です。 このコラボは、リーハタ氏がキンプリの楽曲の振り付けを手掛けていたことから、多くのファンを熱狂させました。芸能ライターによれば、二人のダンススキルが遺憾なく発揮された、見事なパフォーマンス、とのことで、期待を裏切らない内容となっています。リーハタ氏は以前、キンプリのフォースアルバム、メイドインやエレブンスシングル、月読み、の振り付けを担当しており、 これによって、キンプリが王子様イメージを打破し、実は踊りの実力派であることを示しました。平野はリーハタ氏をリスペクトし、ファンからコラボを望む声が多く寄せられていました。ファンはコラボ動画に対して、かっこいい、最高です。鳥肌が立つ、リピートして見ちゃう、リーハタをソング、ありがとう、といった絶賛コメントを残し、大いに盛り上がっています。 オソロコーデに対する反応。しかし、9月23日に平野がこのコラボを予告する形で、リンハタ氏とのオソロコーデの写真を投稿した際には、一部のファンから異論の声が上がりました。平野とリンハタ氏は、アトモスピンクリンハタ、ケイクルーアトモスピンク、ケイクルーニューエダのキャップに加え、 キスの T シャツ、おそらく同じネックレスまでお揃いで着用しており、平野自身も、私服かぶってますしょう、とコメントしていました。この写真に対して、ちょっと複雑、素直に喜べない、わざわざおそろコーデをアップするのはなぜなどのネガティブなコメントが相次ぎました。さらに、相手の方にも失礼だし、く君にも迷惑かけることになると思う。 今後の仕事に影響があるのではとの懸念も現れコメント欄が賛否両論の学級会状態になったとの報道があります。リーハタ氏が以前、金プリの高橋山に対し、私が金プリを変えるから、といった発言をしており、これが一部のファンからは、ズーずーしい、アイドルの金プリを否定された感じ。 と受け止められ、おそらくこれが一部のファンの反感を引き起こした背景と考えられます。ファンの分裂とはこのような反応の分かれる事例は、アイドルや芸能人とファンの関係性が多層的であることを示しています。一部のファンは、平野と林畑氏のコラボを楽しみ、新たな一面を発見することができたことに喜びを感じています。 一方で、過去の発言やイメージの違いから、リーハタ氏に対して疑念や不快感を抱いているファンも存在し、おそろこうでの写真がその感情を刺激したようです。このような分かれる反応は、アーティストやアイドルが新たな試みをする際につきものであり、それが時にファンの中で圧力を生むこともあります。 ファンはアイドルに強い感情を抱いており、その活動や言動が予想外の方向に進むと、喜びと共に戸惑いや不安も生じることがあります。平野紫耀とリハ畑氏のダンスコラボには多くのファンが大興奮し、そのパフォーマンスに対する絶賛の声が相次いでいます。 しかし、おそろコーデの写真が一部のファンの間で賛否両論を巻き起こしており、その裏には過去の発言やイメージの違いが影響しているようです。この事例を通じて、アーティストとファンの関係が複雑であることや、新たな試みが一部のファンに受け入れられない場合もあることが浮き彫りになります。 アーティストとしての成長や変化は不可避であり、その過程でのファンとのコミュニケーションが重要となるでしょう。